皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回はエルデンリングのファミ通紹介をしていきたいと思います。ハセビトたちが挑む狭間の地、自由に呼び出せる両馬を使えば高速でフィールドを移動可能です。騎乗時専用の攻撃もあって、戦いの相棒としても活躍してくれます。両馬にも体力があり、アイテムなどで回復できますが、死亡した場合は再召喚するのに配下の聖杯瓶が必要です。また令和はいつでも2段ジャンプができるので、多少の高低差は気にせずに突破できます。また霊気流のある場所では気流に乗って凄まじい高さまでジャンプすることが可能です。祝福で休めば主人公のヒットポイントや FP、状態異常が回復し、聖杯瓶も補充されます。なお、次に進むべき地は祝福から功績が指し示します。マリカのくさびは死亡時に復活できるポイントの一つです。最後に立ち寄った祝福か、死亡した場所の近くにあるマリカのくさびで復活できます。まあ、この場合選べるそうですね。立ちはだかる屈強な敵、フロムソフトウェアさんのファンにはおなじみのドラゴンも登場します。眼剣かつ巨大な体数でありながら飛翔し火炎も放ちます。その圧倒的な実力は多くのハセビトを絶望させたに違いありません。死とペナルティ、死亡時には主人公の成長やアイテム購入などに使用するルーンをその場に落として、最後に休んだ祝福からマリナのくさびによって復活します。死亡場所では落としたルーンを回収できますが、回収前に再度死亡するとルーンは消えてしまいます。兵士と共に現れる巨人との戦い、まともに攻撃を食らえば数発で瀕死に追い込まれてしまうので、立ち回りもおのずと慎重になるはずです。まあ体力耐久力などによっては一撃で落ちる可能性もありますね。敵の種類は壁に張り付いて隠れて、訪れた者の隙をついて攻撃しようとする異形のものもいます。エルデンリングを求める主人公の前に立ちはだかる忌み鬼、マルギットはデミゴッドと呼ばれる存在の力とはいかに。敵兵に対してはその武器や攻撃に合わせてこちらも対処する必要があります。まるで勇気のようにうごめくアジン、武器を手に迫り来ることもあります。正体のわからない謎の生物もいるようです。マルチプレイで強敵に挑めます。協力、侵入、敵対の3タイプが可能だそうです。というわけで今回はこの辺でエルデンリングのファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。